明日は FC 琉球の1万人祭りってことで沖縄遠征行ってきます。関西国際空港到着。今回は JAL で沖縄向かいます。コンソメスープは10枚。寝たりドラマ見てたらいつの間にか那覇空港に到着。約5ヶ月ぶりの帰宅。寝ます。なかなか眠れなかった。準備して出発。スタジアム向かう時のこの道マジで好き。スタジアム到着。めっちゃ暑い。横断幕の準備初めてやったけど、太陽の下での作業は暑くて大変だった。我らのホームタピック喧騒ヒアゴンスタジアム。ガラポンで当たった。アグー丼とかき氷食べました。汚い字ですが応援メッセージ書きました。チーム赤峰対チームラモスのフレンドリーマッチ。やっぱり俺たちの福井は最高だった。ちなみにこれ試合中です。ラモスさん行きましょう。皆さん拍手。ラモスさん行きましょう。石川遼選手はラモスと PK 対決。フルバージョンの動画は概要欄からお願いします。ゴールキーパーウォーミングアップ開始。フィールドプレイヤーウォーミングアップ開始。試合は2対0で琉球が勝利を収めた。最高峰試合後、サブのメンバーとベンチ外のメンバーが練習してた。この中からまた新しいヒーローが出てきてほしい。バイバイタピスタ。試合後、偶然選手バスが隣に来てて振ってたら、リオくんが気づいて窓開けてて振ってくれた。リオくん最高。大畑の感想。琉球サポの方に家まで送ってもらった。ありがとうございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。今年中にチャンネル登録者数500人目指してますので、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。また次の動画で会いましょう。